先月東京で開催されたキャンサーペアレンツの集い。キャンサーペアレンツとは、子供を持つがん患者同士がインターネット上で交流することができるコミュニティサービス。立ち上げたのは代表を務める西口洋平さん。西口さんは2015年に胆管がんステージ4の告知を受けます。その時感じた孤独や不安から、キャンサーペアレンツのサイトを立ち上げました。子供が年長さんで、当然その35歳で、その家族もいて、仕事もねこれからっていう当然タイミングでしたし、もう不安だらけだったんですよね。ただやっぱ相談できる人がいなくて、でこのキャンサーペアレンツ、そのお子さんを持っている、がん患者さん集まれば、で僕が話したい人も当然そこにいるだろうし、で多分みんなも同じようにことを思ってるんだろうと思って立ち上げたというのがそのキャンサーペアレンツですね。西口さんの手で2016年4月にスタートしたキャンサーペアレンツ。現在会員はおよそ1700人。今回のような集いは年に数回。普段はキャンサーペアレンツのサイト上を通して交流しています。いろんなその出会いを求めて行くと、その場所に行かなきゃいけなかったんですね。治療もある、仕事もある、子供と遊びたいってことを考えると、なかなかそんなね足運べないっていう中で言うと、常にこう肌身離さず持ってるのがスマホだったので、なんかそういうこうオンラインで、緩くつながるっていうことの方がやっぱ利便性すごい高いんじゃないかなと。子どものことの悩みとか、そういう不安とかを共有できるっていうのは他にはないと思いますね。あと SNS が主体なので、気軽にそのサイトを通じていつでもつながれるので、そっちの方が気楽ですね。寄り添う人たちも本当につらいので、お互いに情報交換をし合っていくのは本当に大切だと思います。1年間に新たに発生する18歳未満の子どものいるがん患者はおよそ5万6千人と推定されています。出会いたい人と出会える環境を作るために、いろんなエリアでいろんな活動を通じて、まず会のことを知ってもらって、その出会いたい人と出会える環境をもっともっと作っていけたらいいなとは思っています。